3月4日、早稲田大学学生の時に上芝道場に入門し、合気道開祖、上芝森平王先生、そして二代道祖、上芝吉祥丸先生に師事いたしました。大学卒業後は、合気道と日本文化の歴史的について専門的に研究し、合気道本部道場、防衛庁で稽古を行う、各大学に合気道部を設立し、慶応義塾大学、学習院大学、早稲田大学の合気道部の師範となり稽古を行いました。昭和39年の東京オリンピックの年、ヨーロッパに渡り
各国で合気道の普及に努めました。創立したイタリア合気会は日本伝統文化の会としてイタリア政府公認の公益財団法人となっております。以後コロナが発生するまで56年間毎年春夏秋にヨーロッパに行き各国で合気道の稽古と普及に努めてまいりました。2018年長年にわたる日本とイタリアの文化交流に尽くした功績によるイタリア共和国大統領のイタリアの星騎士勲章を受章されました。合気道は気の流れと錬磨でありますと開祖は説かれました。ヨーロッパでも合気道が動く座禅、動く瞑想法であると確信され熱心に稽古を行っている人が大勢おります。21世紀は科学と瞑想法が一つになる世紀でもあると言われております。日本伝統文化の中に流れております気の錬磨についてこれからも探求していきたいと考えております。多田博士師範であります。